はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を紹介していきます。今回はですね、ひな人形に関するニュースですとか、関連サイトなど合わせて紹介していきます。ではこちら、山形新聞5月24日の記事ですね。享保、古今、貴重なひなに光、川北の地域おこし団体が譲り受け整理とあります。ではこちら記事を読んでいきます。川北町の地域おこし団体 NPO 法人元気ネット河北、河北は、町内の別団体が長年保管してきた約1000体のひな人形を譲り受けた。このほど虫干しと選別を行い、状態が良い貴重な享保ひなや古今ひななど約500体を改めて保管、今後は商店街に並べたり、谷地ひな祭りなどで展示したりしながら、ひなにまつわる歴史や文化を広く知ってほしいとしている。ひな人形を保管してきたのは、町商工会青年部有志で組織する北進会。道庁で毎年4月に開催され、町内でも県内でも有数の規模を誇る、谷地ひな祭りに合わせ、30年以上前から家庭で不要になったひな人形の供養を行ってきた。集まった人形は町内の秋葉神社でお祓いし、焚き上げてきたが、中には歴史があり処分するには惜しい人形もあった。それらを保管した上で、同会は谷地ひな祭りで展示して来場者に解説する役目を担ってきた。同会もメンバーが代替わりする中で、歴史や依頼について話せる人が少なくなり、展示する機会は年々減ってきた。会の OB でもある庄司理事長が日の目を見ないことに心を痛め、譲り受けることを打診し、快諾を得た。元気ネット河北の会員ら20人が16、17日の両日、約1000体の人形を茶箱から出し、ドンガホールで虫干しした。人形の各にの、砂田雄二代表らが代表から助言を受け、傷がないかを点検、表情や着物から作られた年代などを推測した。庄司理事長は、歴史や貴重な人形をお焚き上げするのは忍びない。商店街の店先に飾るなどして、ひな人形の歴史をより身近に感じてほしいと話しているとありますね。はい。でこちらですね、ひな人形を虫干ししている様子ですが、かなりそうですね、数あるみたいですね。はい。でここなんですけれども、これですね、谷地ひな祭りというのがありまして、こちらちょっと別なサイト紹介しますと、こちらですね、河北町のこの谷地ひな祭りのサイトですね。はい、ちょっと読んでいきます。河北町谷地のひな祭りは月遅れの4月上旬に北口通りを中心に行われ、ひな市が立ちます。で500年も前から谷地には毎月18もの市が立ち、大変な賑わいを見せていました。そのうち谷地城主白鳥十郎長久公が開いた旧暦3月2日の市がちょうどひなの節句にあたるもので、確かそれが節句市をひな市と呼ばれ、今日に至っていますということなんですね。はい。で市には、ひな人形、だるま、玩具などのほか、ひな節句用の食品や一般日用品が並びます。祭りの主役はひなであり、その昔谷地が誇った紅花の取引で、京都などからの上方文化がこの地に投入され、ひなもその一つでしたと。でここに伝わる数多くの享保ひなやコンビナなどは折り紙付きの一品で美術書の巻頭を飾っています。その他にも御所人形、武田人形、唐国人形、鴻巣人形、牛毛ひななどがあります。ひなへの備えはこの地方独特のものとして、春継魚と呼ばれているニシンやタニシ、ノロウと何でしょう、ノロウ、アサツキ、ジッコですが、ケイラン、ノリ巻き、岩のりの巻き寿司などがあります。しかもこれらは日々新しく備え替えをする心の細かさもあります。ひなの飾りは一般に公開され、鑑賞に訪れた子どもたちにはひなあれ、甘酒などが振る舞われます。ひなの飾りは4月3日で終わりますが、それを延ばすと娘の婚期が遅れるとの言い伝えがあります。谷地のひな祭りが全国的に人の心を引くようになったのは、この小さな町に立派なひなが数多く残っていることと、その収集保存が長く、全く庶民の手によって行われているからです。代々大切に引き継がれてきた、絢爛たるひな文化を多くの方々に鑑賞していただき、より愛されるひな祭りにするよう努めていますとありますね。こういう感じですね。つまり特に何かこう組織や企業が関わっているときに、個人個人でこう昔からいろんなおひな様を飾って、大切にしてきたということみたいですね。はい、こんな感じです。ただこれなんですが、こちらです。こういうお焚き上げなどがやっていると。こういったお祭り、露店が出るのは各地方のお祭りと変わりない感じですね。はい。と
こうした、まあ、古いおひな様、享保雛、こういうものなんだそうですね。で、雛膳ですね。はい。これは毎日、お供えを変える。で、これですね、まあ、今年のひな祭りは中止だった、コロナの影響ですね。まあ、ひな祭りは中止でしたよ、まあ、ちょっと残念ですが、そういう感じですね。はい。まあ、そういうので、まあ、昔から飾られていたということなんですが、今後、こちらの NPO が中心となって飾っていきたいということなんだそうですね。はい。で、このひな人形に関しては、ちょっと面白い別な記事がありますので、紹介します。はい。こちら、東京新聞ですね。少し前ですが、2020年2月23日の記事です。人形博物館が開館、城下町の新名所期待、岩槻とありますね。はい。人形の町岩槻の新たな拠点として埼玉市が整備を進めてきた岩槻人形博物館が22日オープンした。開館前から大勢の来場者が列を作り、江戸時代のひな人形など貴重な人形を見学した人々からは城下町の新たな名所に期待する声が集まった。開館前はロビーで記念式典が行われ、関係者など約120人が出席。清水伊佐と隼人でしょうか、伊佐と師匠は人形文化の発信拠点として多くの人に親しみを持ってもらいたいと挨拶すると、来賓の王の元尾弘知事らと共に、草回って祝った。開館はどの展示室も大勢の人でにぎわい、ガラスケース内の人形をじっと見つめる人が目立った。地元岩槻区の、的井光隆さんは、立派な施設で今までにない展示品が見られて素晴らしい。これを機に、多くの人が岩槻に来てほしいと期待を口にした。この日は同じ敷地内で、敷地内に整備していた、にぎわい交流館岩槻も同時オープン、記念茶会など関連のイベントで盛り上がった。博物館は午前9時から午後5時、観覧料は一般300円、高校生、大学生、65歳以上150円、小中学生100円、問い合わせは同館の電話番号へとありますね。はい。で、まあ、岩槻市の方がこちら、人形の、生産が盛んな町として、有名なのだそうです。でそこに、今年の2月22日に、岩槻人形館がオープンしたということなんだそうですね。はい。で、こちらなんですが、まあ、漢字のこの岩槻人形館を割いていくとこうなんですね。3月2日から6月1日、まあ、臨時休館ということで、こちらです。少し下の方に行きますと、2月の22日にオープンしました。開館しました。ところが、4月の15日、まあ、コロナの影響で臨時休館となって、まあ、こういった開館記念展などが中止、全館休館のお知らせ、3月2日から6月1日、それは実質も10日ぐらいしかオープンしてなくて、そこからまあ6月1日までちょっとまあ残念ながら閉館、臨時休館ということになってしまって、まあ、開館早々こういうことになってしまったんですが、まあ、残念なんですけど、まあ、ちょっとそういう形ですね。はい。まあ、こういった感じで、まあ、いろいろ常設展ですとか企画展などあるのですが、まあ、残念ながらちょっとまあ、今回のこのコロナの影響でお休みですよ。ただしですね、こちらですね、お家で楽しむ岩槻人形博物館というところがありまして、まあ、こういう感じで、まあ、塗り絵があるとともにですね、こちらですね、プレス向けの発表会の様子を映した映像が、まあ、2分足らずなんですけども、こちらで、この人形館の、まあ、ざっとしたこう展示内容を見ることができます。ひな人形なども映っていますので、まあ、今回の、まあ、ちょっと、6月1日までお預けになってしまっているんですけども、ぜひ興味ある人、サイトを見ていただきたいなと思いますね。はい、こんな感じです。こちらですね。ちょっと、別な記事なんですが、こちらも合わせて紹介しておきます。日本経済新聞の2月25日の記事ですね。まあ、開館して少しの記事なんですが、さいたま市岩槻人形博物館が開館、ひな市も開催とあります。読んでいきます。江戸時代の人形など約5000点を収蔵するさいたま市岩槻人形博物館が22日開館した。初日は地元の子供たちがおひな様の衣装を着て歩くおひな様パレードが開かれるなど会館を盛り上げた。隣接性に同時オープンした にぎわい交流館岩槻とともに地域の伝統文化の発信拠点を目指す。22日から24日の3日間で市内外から7220人が来館した。初日に訪れた岩槻区の吉川留美さんは頭作りなど人形の細かいところも学べてよかったと笑顔で話した。母親のとしこさんも年間パスポートを作ったのでまた家族で来たいという。博物館は常設展示に加え企画展も開催する。
開催記念の企画展には国内最大級の大きさの犬箱を展示している。今後年4回ほど企画展を開く予定。開館に合わせて23日には博物館近くで人形小物や土産などを販売するひな市が開催された。人形店など約10店舗が出店し、飲食店のブースも設けて観光客らで賑わった。ひな市は来年以降も継続的に開催する予定だといいます。犬箱はこれですね、犬の形をしたこの入れ物でこうちょっとパカッと開くようになっていて、こちらの写真がちょっと大きいですかね。東京新聞の写真がちゃうか。これですね、パカッとこう開くようになって、中がこの、器に、もう中にこう、なんかいろいろ道具ですとか、おもちゃなどを入れることができるようになってますね。これが国内最大級の岩箱なんだそうです。はい。まあ、残念ですが、ちょっと博物館そのものは今休館、6月1日まで休館中だそうですが、興味のない方はこちらですね、サイトをぜひ見てみてください。はい。では、こんな形で、今後も、こちらですね、関連サイトですとか、新聞記事などの、リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひクリックしてみてください。はい。では、こんな形で、地方紙などに掲載された、良いニュースや楽しい話題、今後も紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。では、今回はここまでとします。ありがとうございました。